しゃべくり松代始まるよ。こんばんは。こんばんは。5月12日ですね。午後7時になりました。第185回ですね。しゃべくり松代です。ちょっと今噛んでしまいましたね。今日の床なんですけどもね、先ほど急いでね、こう帰ってきたんですけども、今日の床寝てましたね。一面に NHK のですね、2016年の大河ドラマにですね、上田を拠点とした戦国武将のね、真田幸村の生涯を描く、真田丸ですね、これが決まったようですね。本名は信繁さんですね。で、この真田幸村なんですけども、松代藩の初代藩主の真田信彦のその弟さんですね、ということですね。先ほどこれもね、福井さんからメール早速入ってましたね。ということなんですけども、この上田の方々なんですけども、何年も前からですね、この真田幸村公の宝永の実現を願う会なんていうのは、このだいぶ前から結成されてたようですね。で、この努力がね、ようやく実を結んだということでございますね。ということで、今日も生放送でお送りしております。今日のゲストなんですけども、アートジュエリーの作家の山岸清美さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ちょっとね、始まから噛んじゃったんですけどね。山岸さん、ところですね、アートジュエリーのお仕事なんですけども、どうしてこういうなんか素晴らしいお仕事をされたんです？そうですね、子供の頃から私割と石が好きだったというか、家の裏にある堤公園という公園で、うんうん、いつもあります、ね、まあ、池で一人で遊んで、うん、まあ、魚取ったり、魚と船ですね、取ったり、石拾ったり、うん、であと松代にはムラサメシっていうのかな、うん、知ってますよ。すごく雨が、黒いところに雨が降ったような素敵な石が、はい、それがうちにあって、その紫目石の、うん、すずりだとか、うん、そういったものを見て、石でなんでこんなに綺麗なのか、でなんでこんなにいろいろ違うんだろうって思って、うん、まあ、ある時その石の好きな私のためにおじいさんが、うん、こういろんな半奇跡のこうちょっと磨いた感じの、うん、まあ、石の鉱物サンプルみたいなものかな、それをどこからかのお土産に買ってくれて、で、まあ、それをお宝にして持ってたんですけど、まあ、その石がすごい好きだったっていうことを、まあ、大人になって思い出して、まあ、それも含めてこう石を使って身につけるものを作りたいなと思ったのがきっかけです。幼い頃の夢が叶ったってことですね。そうです ね素晴らしいですね、はい、ということで、はい、アートジュエリーっていうのは何なんですか。ところで、これもそうなんですか。そうですね、まあ、これは私の作った作品なんですけれど、うんうん、重そうじゃないですか。まあ、若干1キロぐらい。いや、そんなにないですよ。身につけてるとそんなには感じないんですけれど、うん、なんかいっぱいこう身につけてますね。そうですね、まあ、その石が好きだっていうのと、自然のこう、うん、エネルギーというか自然のイメージを自分も身につけることによって、うん、自然のパワーをもらってるってことかよ。まあ、もらってるというか、そうです。まあ、自分の中にあるその自然の、うん、良さを、それとともに輝き出したいなっていうふうに思って、はい、イヤリンからネックレスから指輪、はい、ブレスレット、はい、みんなさ、もうつけてますね。そうですね、なんかオールスターで今日はシックに黒で決めて、いいですね。まあ、そうですね、作品が目立つように、ね、わかりますね、はい、はい。で、その大きいのはだいぶ、それネックレスは大きい方なんですか。大きいのから小さいの方まであるんですか。そうですね、こう大きな石の大きなものから、うん、本当にちっちゃなものまで、うん、いろいろテーマテーマで、はい、まあ、先ほどのお話のように、まあ、アートジュエリーっていうのは私というか、まあ、作家が自分のテーマで、うん、そのテーマに合わせて一つ一つ身につけるアートとして作っていますので、うん、その時々により、まあ、大きさ小ささいろいろあって、
必ずしも普通のプロダクツのジュエリーのように売り上げとか、うん、そのたくさん作るとかっていうことを目的としているわけではないということですね。それでその大きいのから小さいのいろいろあるんで、まあ、一概には言えないと思うんだけども、その一つ作るのにどのぐらいかかるものなんです？そうですね、まあ、テーマとかいろいろイメージを考えている時間もありますし、一概には言えないんですが、実際に作り始めると、まあ、半日ぐらいでできるものもあれば1日あと、まあ、断続的に何日かかかるものもありますし、その一つをやりながら一つの、例えば火を使って使った火 の黒くなっちゃったやつを酸で落としている間にまた違うことをやるとか、継続してこう何個かやってる時もありますので。作る時ってどんな気持ちで作ってます？そうですね、使う人のためにとかそんなこと考えてない？いや、まあ、使い勝手はもちろん考えますけれど、自分のそのイメージとかテーマに合わせて、なんか出来上がりのイメージが頭の中のこう端の方にありまして、そこに行き着くように一生懸命集中力切らさないように。なるほど、ね、思いがあって思いを込めて作ったんですね。そうですね、はい。で、今までにどれぐらい作ったんですか？そうですね、多分1000はいかないぐらいは、もう20年ぐらいやってますので。はい、20年もね、はい、素晴らしいですね、はい。で、いつからこのお仕事を始めたんですか？これはニューヨークに行って、アートスクールに、働きながらアートスクールに行きまして、そのアートスクール終わったあたりに作家になるぞと思って、そこからやり始めました。まあ、ニューヨークにね、はい、なんか先日お伺いしたら20何年、30年近く多い。いや、30年近くと26年半ぐらいですね。26年半ね、はいはいはい。で、どうしてそのね、その日本から遠く離れたニューヨークに行かれたんですか？最初はですね、まあ、会社の出張でニューヨークに行ったんですけども、それより以前に旅行としてヨーロッパに行ったりとか、あと、まあ、ハワイとかこう南の島とか、あとアジアに行ったりしたんですけど、それ以前は、まあ、特に海外に住みたいと思ったことはなかったんですが、そのニューヨークに出張に行った時に、やっぱりアート音楽の最先端であるということと、その最先端の中にものすごいこう高価な作品とか、すごいいいものと、あと一旦外に出るとホームレスの人がいたり危険があったりと、まあ、その資本主義の本当に極地のようなところだなと思ったので、この街に住んだらもっともっとこう自分の中のいろんな部分が削ぎ落とされて、より自分が見えてくるんじゃないかなと思ったっていうこと。で、こちらになるのが、はい、そちらで作ったものですね。あ、はい、こっち、あ、ちょ、こうですね。あ、こう、はい、こうなります、はい。これがそうなんですね。はい、はい、これで、これがまあ、オパールっていう人、あとトルマリンっていう、こう、石を、石の良さを生かすように作る作品が多いんですけど、これはこちらもサファイアとクンツァイトっていう原石で、このネックレスなんですけど、波波波ってなってるところは滝が流れるイメージで銀を溶かして作っています。で、こちらはトルコ石と、まあ、アメシストを並べて、こう長いネックレスなんですけれど、長くて大きいボーンとした感じですね。で、こっちは写真は大きいんですけど、変わってますね。これはトルマリンっていう石の原石がこう柱みたいになってるんですけど、その柱の、原石のクリスタルをそのまま、使って包み込むようにして、リングに、指輪に作ったものですね。このグロは何のステンレス？いや、これは14金のホワイトゴールドです。ハンマーで叩いて曲げて。ハンマーで自分で叩くんです？はい、プチ鍛冶屋さん状態で、バーナーと金床と、バーナーまで使って？もちろんです。火がないとこう溶接ですからね、これはね。プチ鍛冶屋さん状態。鍛冶屋さんみたいなの？鍛冶屋さんですね。なんか想像つかないですね。意外とかなり地味な仕事です。あ、そうなんですか。はい、はい、これまた変わってて。これはそうですね、これは鍾乳石のイメージで、夜明けっていう、まあ、地中の中の鍾乳石ができたっていうのは、まあ、地球の一番の元なので、夜明けっていうイメージで作りました。銀のプチプチを溶かして、はい、まあ、以上このような感じですね。これまた変わってて、これもオパールの原石ですね。宇宙っていう、
なるだけ原石の良さを生かして、うん、そのイメージを身につけていただくように作っています、はい、そうなんですか、はいはい、あとなんかいっぱいあるけどもね、はい、時間がないんでこの辺にして、はいはいはい、ありがとうございます。あ、これ取られていますね、はい、あ、これじゃった、はいはい、で、こちらにあるこの生活、ニューヨークでの生活なんですね、これ、はい、ここはこれはですね、いや、これは私が仕事場とあと住んでる住まいがブルックリンって言いまして、うん、まあ皆さんが一般的にニューヨークっていうマンハッタン島を、うん、その反対側のブルックリンっていうところから見てる写真ですね、うん、でこちらこれは反対側から見たところですか。そうです。それでこのブルックリンの方のこれは公園側からマンハッタン、まあ川があるので、その川を挟んでマンハッタンを見てるところです、ね、まあ、だいたいこっちの公園側の、まあのどかなところに住んで仕事して、うん、まあ、作品展とか仕入れとか、うん、それは電車に乗ってマンハッタンに行くと、そういう感じです。なるほどね、はい、はい、次はで、この、これはその住まいの近所の、あ、まあ、住まいのねアパートというか、まあ、ビルの壁にもこういったちょっと可愛いアートとか、可愛いですね、まあ、これはたまたま可愛いんですけど、これ山さん描いたんじゃない、いや違います。なんかまあ、ブルックリンの私の住んでるエリア、うん、ウィリアムズバーグって言ってアーティストがたくさんいるエリアなんですけど、うん、街全体にこうやって壁画で絵を描いたりして、うん、こうアート的な雰囲気を盛り上げて、じゃあ街全体がそんなような雰囲気なんですか。割と今そういう感じになってきて、ね、みんなどんどんこうやらせてっていう感じで、はい、でその上がこの上がですね、仕事場がある、はい、ブルックリンのこれは商業用ビルディングの、これは私の仕事場、このビルの3階にあるんです。こちらが中のですか。中で、あ、この下の中のこっちが先ですね。こちらのビルの中入っていくとこう共同スペースがあって、うん、作家さんの作品があったり、でそのからまた部屋に入ると、これは私のスペースですね。スペース、はい、いや、この奥の方 の作業台で、そのこちらの方で作ってる。そうですね、そのプチ鍛冶屋さん上。なるほど。展示室にもなっちゃうと。そうです ね、これは一般に展示、オープンスタジオといって一般公開というか一般開放の日の、あ、そうですか、様子ですけれども、わ、はい、かりました、はい、ありがとうございます、うん、で、そのもう時間もね、だいぶ、はい、過ぎてきちゃったんだけども、アメリカと日本ってなんか住んでみてどこがどんな風に違うんですか。そうですね、まあ、アメリカって言ってもニューヨークしか知らないんですけども、うん、やっぱりいろんな国の人、いろんな宗教の人、うん、もういろんな方がいらっしゃるので、うん、まあ、お互いに、まあ、言い分を聞いたり、うん、お互いの意見を尊重する、うん、まあ、まあ、コミュニケーションをすごく取るところですね、うん、であなたはあなた、私は私ということが前提なので、なお互いに尊重しながら暮らしていくというような場所ですね、うん、仕事に関してはどうでした、やりやすかったですか。そうですね、非常にやりやすいですね、まあ、作品を持っていったらそれを見て、うん、そのギャラリーのオーナーさんが、うん、まあ、これは自分のところに合うとか合わないとかっていうのをすぐに判断してくださって、うん、で気に入ったとなると、あ、じゃあもう作品展やりましょうって言って話がすごく早いですね。なんかその個人を見るね、なんかその経歴とかは関係ないとかって、ね、あんまり見ないです ね、 いや、もちろんそれも見ますけど、まず作品を見て、でそれがそのギャラリーに、まあ、合うか合わないかということが一番重要なので、まあ話はすごく早いですね。そうですか、ということで、ね、あと1分ほどになってしまったんですけども、はい、これが山岸さんのお宅ですか。うん、そうですね、これが、はい、清水さん、これちょっといいですか、これがお宅なんですね、はい、はい、じゃあこれに関してですね、その最後に一言なんか、そうですね、地域の皆さんにね、はい、お話があったら、はい、ありがとうございます。この実家のお家が、うん、まあ、古いということで、うん、国の登録有形文化財になりまして、うん、はい、で皆さん一般の方に使っていただけるように、まあ、父がギャラリー昇進館ということでギャラリーにしました。で、まあ、古い建物をそのまま残しておくだけだと、まあ、ただ見てもらうだけで終わってしまうんですけれども、やはり明日未来のことを考えて、今みんながこう活用できることをしていきたい、でアートに貢献したいということで、
あの海外の作家さんの作品展などをしたりしています。アメリカで学んだことをね、生かして。そうですね、あの、まあ、学んだというか自分の知っているそういったあの作家さんたちにも日本松代を知っていただきたいし、松代の方にも直接あの直接の触れ合いで作品を通じてあの視野を広げていただきたい。で他にも松代はあのいろんな文化遺産というんですか、あのところがありますので、そういったところであの何かこう明日につながるようなことをしていっていただければますますあのこれから広がっていくんじゃないかなというふうに思います。そうですか、はい、いや時間が、ね、少なくて申し訳なかったですけど、ね、またあのいろいろ松代のために、ね、はい、頑張っていただきたいと思いますが、はい、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。さて皆さん、はい、来週は私がご苦労さんでございます。はい、ご苦労さんです。はい、はい、それで内容はどうですか。うん、来週はね、ええ、こちらですね、西条にありますね、敬愛学園さんってあるんですね、はい、児童養護施設、はい、こちらの園長先生にちょっとお話を伺おうかなっていう形で、はい、まあ、今もねいろいろ大変な、うん、あことがあるみたいなんで、そうですね、なんかねお聞きするとね、いろいろありそうですね、ありますんで、そういったのもね、聞ければなっていう、いろいろご苦労話とか、はい、そうですそうですね、はい、わかりました。そんなことで、はい、わかりました。やっていきたいと思います。それではいいですか。はい、はい、来週のしゃべくりマッチローどうぞお楽しみに。はい、お願いします。松代あなたの街、しゃべくり松代、また見てね。